ラガニア。ペイトヤ、ペイトヤ、キューラガニアラガナヤは、カンブリア紀の海に生息していた、バージェス動物群の古生物である。アノマロカリスと共に、アノマロカリス類として代表的な一族である。尾ひれのない楕円形の体、頭部の後方についた目など、通常のアノマロカリス類よりもコンパクトなシルエットを持つ。 同じく最初期に発見され、流線的な姿を持ったアノマロカリスとは対照的である。発見された全身化石は15センチメートルしか及ばないが、散在する化石部位の大きさから推測すると、最大はおよそ50センチメートルにも当たる大型種である。上下に扁平で、ラグビーボールのような楕円形の体型をしている。頭部は全長のを占めるほど大きく。 短い目柄に支えられた一体の目はその後端の両側に備える。多くのアノマロカリス類とは異なり、頭部の背面には殻のような高組織を持たず、その外縁部らしき組織は複足の化石のみに見られる。胴体は11節からなり、それぞれの背側にはシートル・ブレイズというエラとして考えられた一元の櫛状構造が大切の前縁部に沿って繋がっている。かつて、 そのつなぎ目からできた筋は、胴体腹側の部位として復元された。微端は単純な鈍い突起であり、尾ひれや尾毛などの付属体はない。大切に応じて、11体のヒレは、胴体部の腹側から両側に向かって張り出す。それぞれのヒレの前半部の領域には、数本の筋のような構造がある。ヒレの幅は、中央部の最も発達した一体から、体の両端へ向けて、 次第に短くなって、ひしのような形を描く。2014年の再検討により、本種のヒレは、腹側の11体だけでなく、エーキロカシスのように、配側にも小さなヒレが一節に1体ずつあることが明らかになった。本種の元気術において、その配側の小さなヒレを示し、化石に見られる小さな三角形の跡は、エラの塊として見間違いされた。 前日の通り、胴体の微端は特殊化した尾ひれを持たない。頭部の腹側にはもう3体の小さなひれが加えて、幅広い頭部に覆われる。触手、全部付属肢は、ごく短く、櫛状に近い形態を持つ。11節に分かれ、2列の棘はそれぞれ触手の背側と、内側に沿って走り、第2から6節の腹側には5本のブレード状の突起がある。 本種の植手はフルディアのものとして混同される時期があった。輪切りのパイナップルとも例えられる典型的なペイユトヤグチ及びオーラルコーンは植手に次ぐ頭部腹側の前端付近に位置する。32個の葉に囲まれ、そのうち発達した4つの葉は十字に並び、残りの28個の細い葉はその四辺の間隔に7個ずつ並んでいる。本属の化石において、この ペユトヤ口は円形から大円長方形に異形態まで保存された例が存在する。開口部にはフルディアのような多重構造を持たない。コンパクトな体つき、短い触手、目が後方につくなどの特徴は活発な捕食生活に不向きとされ、ペユトヤを露化接触者として考える学者もいたが、触手の構造を分析し、ペユトヤはフルディアと同様に 海底の堆積物から低生成動物を取る捕食者とみなす知見もある。アノマロカリスと同じくペユトヤは複雑な発見子を持ち、発見初期は体のそれぞれの部分が別の生物として考えられた。1911年、葉を持つ胴体の化石はナマコの一種として考え、ラガナイアカンブリアと名付けられた。そして、触手の部分は アッペンダゲ F と名付けられ、別の古生物であるシドネアの付属種とされた。1978年から胴体の化石は、海面、胴体に付着したクラゲ、クチペイトイアネイトールスキとされ、アッペンダゲ F を所属する節足動物が不明付属種として考えられた。1980年代からアノマルカリス類の全身化石が発見され、この動物群の基本体制が、 明らかになった。しかしながら、当時の復元は、アノマロカリスとペユトヤの特徴を組み合わせた、ものであった。その後、本種はアノマロカリス、アノマロコリスカナデンシスとは、同族のアノマロコリスネイトールスキとして、考えられた。1996年、本種とアノマロカリスの相違点が認められ、元々の胴体部を示す学名を採用し、 別族のアノマロカリス類ラガナイアカンブリアとして名付けられた。長い間、本族の学名はラガナイア、ラガニアとして知られていた。しかし同一の文献により混迷したラガナイアとペイトヤ、ペユトヤは1978年においてそのうちのペイトヤはサイモン・コンウェイ・モリスに有効の学名として選ばれた。動物命名報告最新議会のルールに従って ペイトイアは有効であり、ラガナイアはそのシノニムとして含められた。ペイトイア族は、エイキロカシスやフルディアなどと共に、フルディアか、ハーディデイのアノマロカリス類として分類される。海分類について、カナダのバージェス動物群による、ペイトイアネイトールスティ、旧ラガナイアカンブリアは、本属のタイプ種である。もう一つの種、ペイトイアインファーケインブリエンシス。 旧カスオビアインファーケインブリエンシスはポーランドから発見された触手化石が知られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。